は臼田小万太鼓愛好会の皆さんです。昨年度創立30周年を迎えた臼田小万太鼓愛好会は、今年度も善光寺御開帳での瑠璃色のステージ出演をはじめ、小万祭や各地のイベントに出演するなど精力的に活動しています。また子ども小万太鼓教室などを開催し、文化伝承にも努めています。今年も張り切って演奏いたします。そんな臼田小万太鼓愛好会の皆さんによる1曲目は早草です。この曲は臼田小万太鼓30周年を記念して、高見沢和樹さんと山田和也さんに作曲編曲をお願いしました。惑星探査機はやぶさとその微弱電波を捉えて、はやぶさの地球帰還に大きな役割を果たした臼田宇宙空間観測所の功績に思いを馳せながら、さらに清涼五稜郭をリズムに反映した曲ということです。それではお聴きください。はやぶさです。